数年前、妊娠初期に突然の出血、流産。病院で処置してもらって、夫にテルしました。迎えに来てもらいたかったんですが、流産したことを告げると、ふーん。という、なんとも鈍い返事。そして、次に続いてきた言葉が、そっか、じゃあ飯どうする？お前作れないの？でした。私は、その時、私の説明がちょっとおかしいのかな？確かに朦朧としてるし、帰ったらちゃんと説明しよう。ちゃんと伝わってないんだ。としか思えませんでした。タクシーで家に帰ると、姑が来て料理をしていました。あ、夫が呼んでくれたんだ。助かった。って思ってたら、姑が私に、流産、するなんて、あなた体、ちょっとおかしいんじゃない？と言い放ちました。びっくりしましたよ。夫も夫で、そうだよな。お前、ちょっと調べてみないか？と、平然と言ってるし。いや、それまでは、姑も夫も、そんなところ少しも見せませんでしたよ。ちょっと、姑は、きついなって感じたくらいで、普通だと思っていましたし、妊娠も喜んでくれていましたし。確かに、流産をしたのは、私の体のせいだったかもしれない。でも、帰ってきたその日にこんなこと言われるなんて、私の頭は氷水をかぶったように冷えていきました。だとしたらどうするんですか？とちょっと切れ気味の声で言ってしまいました。忘れられません。姑はにやりと笑ってやっぱりね。ほーら私の言った通りよ。この子妊娠できても育ちづらい子なのよ。私知ってるのよ。不育症ってやつでしたっけ？と自分の持ってる知識を嬉しそうに語るんですよ。夫も、そうなんだ。嫁子、明日早速検査しよう。とか言うし。いや、もしそうなら検査も必要だと思います。治療もできればしたいと思います。でも、何もこんな日に言わなくても。得意そうに、私の不育症について語る姑と、それにうなずく夫。それを見てたら、すべてがバカバカしくなりました。とはいえ、それから数ヶ月は我慢したんですよ。病院にも行きました。でも、私の異常は、その時全然見つからなかったんですよ。そうすると、この病院はやぶだと、次の病院に行かされました。3カ所巡りましたが、特に異常はなかったんです。その間、夫側からの性交渉は拒否されました。私は、やっぱり赤ちゃんは欲しかったんです。でも、夫は、お母さんの言う通り、お前の体が異常。その異常が見つかるまでしない。でした。見つかるはずのない異常を見つけるため、病院をぐるぐる回されました。もう、疲れてしまい、離婚を言い渡しました。そうすると、姑と夫は、やっぱり、どっかの病院で異常を見つけてきたんだろう？それで俺たちに言えなくて離婚か。と、嬉しそうに言うんですよ。夫だけは、私に愛情があると思い込んでいましたが、どうやら違ったんですね。とにかく、検診した数箇所の産婦人科からは、信じてもらうために診断書をもらっていました。まさか、それが、離婚のために使うとは思っていませんでしたが、実家へ帰って、ことのあらましを告げて、診断書を出しました。母は、私が出した診断書を開けずに、そっとしまって、こんなもの見なくてもわかる。異常なのはあなたではなく、向こうなのよ。と、静かに言われた時は、号泣してしまいました。父は、かなり怒っていました。すぐに、会社の同僚に電話して、離婚に強い弁護士さんを紹介してくれました。弁護士さんの話では、そういった妊娠関連に関して、一方的に女性が悪くされて、離婚ってケースが多いそうです。またですか。本当に、夫さんはともかく、姑さんは同じ女なのに、どうして、こういう案件が多いのでしょうかね。って感じで、苦笑いされました。とにかく、体の異常がないのに異常があると言い続けた精神的苦痛。これは、私は、当時知識も何もなかったので、証拠はないと思い込んでいましたが、診断書がありました。そして、夫からの性交渉なし。
これも立派な離婚理由になるそうです。慰謝料はギリギリ3桁いきました。夫はなぜだ、悪いのは嫁の方じゃないのか、異常があるのに騙されたんだぞ俺たち、なあ母さんって感じで、私に逆に慰謝料を請求しようとしてましたが、弁護士さんから何度も説明されたら、悪いのは俺って感じになっちゃっていました。その後ロミオかって言うのでしょうか、そういう風になりました。メールで俺はどうにかしていた、お母さんがあんなこと言うからお前の体が心配だったんだ、本当だよ、子供なんていなくていいじゃないか、二人で暮らそうといったことを何度も言われましたが、当然無視です。内容がやはり私に子供ができないこと前提だったので、これも弁護士さんに見せました。これが決定だってわけではないのですが、慰謝料請求の一因になりました。夫は俺何が間違えていたんだろうなって言っていましたが、弁護士さんにそもそも奥さんを信じてなかったんでしょうね、で何が間違えてるんだろうなですか、おそらく今も気がつけないのでは、この先一生気づけないのではないですか、今がチャンスだと思ったんですがと言われ愕然としていました。夫は夫から元夫になりました。現在私は良縁があって再婚しました。なんだかおせっかいな人が私が再婚したと元夫に伝えたそうです。共通の友人から聞いたのですが、君の元夫さ、君の体は大丈夫か、再婚できたのかって随分なこと言ってたよって言っていたそうです。なんと言いますか、バカは死んでも治らないって言葉を元夫に送りたいと思います。あ、当然もう接触は避けているので心の中でですけれども、私は再婚して間もないので子供はまだですが、現在の夫に以前の離婚の話を告げたところ、なんでそんなの関係なくない、異常なかったのになんで君病院たらい回しされてるの、まあ余震ば子供ができなかったとしてもわざわざそんな傷つくことしなくてもさ、それにエッチしてないってそりゃあ子供できないわと本当に不思議そうに言われました。今の姑さんもすごくいい人で、過去の話をしたら大変だったのね、同じ女だからあなたの屈辱はわかるわと涙してくれました。今は本当に幸せです。